こんにちは、速稼塾の久保です。ビットコインをついにツイッター社も、購入するか検討が始まってますね。ここに記事がありますけども、今月上旬、今最も勢いに乗っている企業テスラがビットコイン購入を明らかにしたことによって、仮想通貨界隈だけでなく株界隈や経済界にまで驚きの声が広がりました。当然ですよね。その影響を受けてか SNS などには、次にどこの企業がビットコインを購入するのか予測する動きが見られています。まあ、私の会社も買うかもしれないですね。まあ、話題にはなりませんけどね。そんな中、投資番組、ボックスなんとかインボックスのインタビューにてツイッター社に、会社の資産としてビットコインを保有しないのかという質問する場面がありました。これに対してツイッター社の CFO のネッド・セガル氏は、従業員への給料支払いの手段の一つとして仮想通貨支給を検討していると述べたんですよ。資産としての保有についてはまだ様子見の段階であり、他社の動向を伺っているとのことです。しかし将来的にはビットコイン保有も検討しているとのことなので、今の好調な流れが今後も続くようであれば実現はそう難しくないでしょう。 SNS でもこのニュースは好材料視されており、これを機会にビットコインを購入する人が増えているということでございますね。当然増えるでしょうね。ということで SNS の記事がここに並んでるんですけども、まあ、つまりですね、これからビットコインを買おうかな、どうしようかなっていうふうに検討している大手がわんさと押し寄せてきてるってことですよね。じゃあその中の1社が買いました、2社が買いましたってことになると、これはね、やっぱり乗り遅れ前と横並びで購入する、そういうふうな動きが出てくるんじゃないかなというのが、まず最初にね、まとまった資金で購入すると、そんな会社がありますよね。その次に購入するときはもっと高くなってるわけですからね。だから早く買わないと、それだけ高値掴みにする可能性があるわけですよ。で、同じ、例えば1000万でもビットコインが2枚買えるのか、数ヶ月後に1枚しか買えないのかってことによって資産の価値ってだいぶ変わってきますからね。相当なこれタイミングを見極めなければなりませんし、ビットコインの歴史をね、こうやって探ってみると、私ですらね、2万3万の1ビットっていう時代があったわけですよ。あの頃なんで買わなかったのかなって今ならわかりますけども、当時は当時でこんなもん本当に通用するのかなと思ってたわけですよ。そしてですね、ビットコインが10万円を超えるかどうかみたいなことで、もうね、朝まで議論した時もありました。もう本当にね、もうバカバカしいというかね、まあ、そんなもんなんでしょうね。どうなるかわからないのが投資なんですよ。まあ、ですので余剰資金でリスクヘッジをしながら進めていかないといけないかなっていうところでございます。そしてですね、会社ともなると、それこそ株主からの責任もありますので、株主への責任もありますので、軽々に買う買わないっていう判断はできないですよね。そういうところもありますんでね、やっぱりこう全体の資産の 1% とか 2% みたいな割合でビットコインにまず資金投入するんではないかなと思います。テスラモーターも確かね、全資金の 3% ぐらいしか、あれでもビットコイン大量保有って言われますけども、全資産の 3% ぐらいがビットコインの割合だそうですよね。ということなんで、まだまだね、購入のポテンシャルっていうのは各社あると思いますし、やばいな、ビットコインにかなり資金が流入して本当にね、1億とかっていうところが出てくるんじゃないですかね。だってあの駅前のビルだってね、10億円のビルってあるわけじゃないですか。あんな感じになるわけですよ。考えてみたら、私広島出身なんですけども、広島の中心部に、まあね、75年前原爆が落ちて土地の値段が二束三文になりました。でもその時に縄を張って、ここは俺の土地って決めた人は未だに大地主ですよ。まあ、そんなことがね、まことしやかに、まあ、想像できるんですけども、ビットコインも同じように、これ俺のってやった人がこれからの100年を勝ち抜いていくんじゃないかなと思います。それこそね、我が子に、なんでお父さんあの時ビットコイン買わなかったの、あれほど分かりやすい投資はなかったよねって言われるかもしれないですよね。それは土地バブルの時に土地に手を出さなくって後悔をしたちょっと前のね、お父さんの気持ちだったかもしれません。では今回は以上です。